どうもこんにちは、ゲームデイズの太郎です。ツイステ7章を続きやっていきましょう。前回はイデアからマリウスを倒すための、提案というか方法の案がね説明されて、さあいざこれから仲間を集めに行こうみたいな、みんなの目を覚ましに行きましょうっていうところで終わりましたね。誰の夢に行くんだろう、めっちゃ楽しみなんだけど。いやー、みんながさ幸せハッピーな夢なんでしょう。なんか辛い夢、うわこうやって思ってんなみたいな夢もあるかもしんないけど、ちょっとおもろい夢もねなんか見れそうな気もして、すごい楽しみだな。なんかレオナとかずっと憎くって寝てんじゃねえかなフロイドの夢とかどんな感じなんだろう。ちょっとカオスだな。ジェイドとかはもう一生キノコ取ってるみたいななんか楽しみですね。アズール大金持ちになってるとか、いやーどんな感じの夢なんだろう。じゃあ衝撃エンカウントってもうタイトルがさすげえ楽しみなんだけど、まあ行きましょうか。おお、やっぱりここ避けては通れぬ。またズドーンと散るんかな。ぬわー、ポルト、この移動方法はなんとかならんのか。そうだよな、シュって感じで移動できないのかな。カモフラージュとしてシルバーさんのユニーク魔法の痕跡を残してもらう必要があるからね。 あえてのできるけどやんないみたいな。今後も君たちの言う夢の回廊を出るまではこの方法を取るのがベターだと思う。もうダメだこれ、一生これだわ。一体誰の夢へ向かっているんだ。あ、気になる。それはついてからのお楽しみ。なんで教えてくれんの次こそ着地を成功させるために知っておきたい。ここはイマジネーションの世界、雑念が入ると不測の事態が起きやすいんだ。知らない方がいいってこと。何も知らなければどこにたどり着くんだろう、どうなるんだろうっていう気持ちで全員の心が一つになるでしょ。なるほどね。それ本当かただ説明すんのがめんどくせえだけじゃねえのか俺たち毎回さ夢渡るの命がけなんだけど。僕に任せてくれれば大丈夫いや、まあボルトが任せてって言うんならまあ任せるけどよ。ほら目的の座標が見えてきた。みんな僕に捕まって。こいつだけ楽しそうだな誰の夢？めっちゃ楽しみ。魔導スラスター噴射。おいおい、勢い増してんぞこれ。勢いよく夢に突撃じゃん。お、極炎道。レースシグナルトラッキング成功。指定された座標へ到着しました。え、オルトはさ一緒に行動してくれるのかな。ここでお別れかな。はい、お疲れ様。みんなどこもぶつけてないかな。大丈夫か、着地うまくいったか。目が回ってるけど大丈夫なんだぞもう何回目よこれ。墜落こそしなかったが、貴様に抱えられながらの着地というのは墜落よりも無様に感じるぞ。オルトはすごいな、俺たち3人と1匹を抱えられるなんて。オルトすげえ。言ったでしょ、僕に任せてくれれば大丈夫だって。ありがとう。ん？そういえば貴様、その姿で夢の中に出てきても問題ないのか。ああ、こっちの夢の中なら大丈夫なんじゃない。イデアの夢の中だとエラーが生まれるけど。ああ、そのことなら心配しなくていいよ。どうなんだろう、兄さん以外の人の夢に登場する NPC である僕は大抵この姿だろうから。あ、やっぱりそうなんだ。ていうかあれか、なんだろう、ドッペル、あ違うな、そうだよね、ありえない姿でいるっていうのがダメなのか。特に重大な事故が発生して夢の崩壊を招いたりはしないはずさ。やった。じゃあイデアマジでさ一人っきりで作業ってこと。もしゲームマスターに見つかってもこの姿の方がバレづらいと思う。これは学園だけど誰の夢だろう。おっそ、おはよう。課題やってきた？今日当てられるだろう。なんか日常だな。なんか今までさリリアの夢がさちょっと破天荒っていうか、あまりにも日常とかけ離れてたからちょっと落ち着い
落ち着いたな。なんか安心感があるっていうか。今日1ゲーム目から体力育成なんだよな。バルガスの暑苦しい顔見たくね。おいおい、まさかバルガスの夢だったりしてお前の夢かよみたいな。学園長の夢とかちょっとおもろそうだな。うん、平和な学園の朝の光景。あ、誰の夢だろう。この生徒のうちの誰かがこの夢の主ということか。そうだね。バルト、そろそろ教えてくれよ。これ誰の夢なんだぞ。教えてください。バルガスじゃありませんように。それは誰だ。何朝練の下限って寝坊してまった。おお、この声はエペル。何この音。何れたらレオナ先輩さっとやされるすげえ、なんか巨人が来てんだけど。え、この声はわかるけど、この足音何？お前どうなってんの？なんだこれ。こいつの夢だってことはわかったけど、なんでお前これでいいんか、お前。お前本当にこれでいいんか？おい。お前これじゃダメだろ。こんな夢受け入れんなよ。ちょっとふざけすぎてない？前回から通じて。おい、めちゃくちゃおもろいじゃん。早く覚まさせてあげよう。これは衝撃エンカウントだわ。もうちょっと上手いやり方なかったんか。おい、トッピーエキセントリック行きましょう。おもろすぎるだろ。こいつの夢はね、早く覚まさせてやらないといけないかもしれないこれはあかん。なんだあれは。僕たちは一体何を見せられている。化け物だわお体どうした？夢の主、悪夢だよね。俺らからしたら悪夢なんだけど。そういやエペルのやつ、いつもジャックみたいにムキムキになりたいって言ってたんだぞ。言ってたな。言ってたけどよ、お前顔そのまんまか。おい、なるほど。日頃から同級生の姿を見ているから、たくましい体は鮮明に想像できた。うん、しかし体に見合う精悍さを持った自分の顔までは想像できなかったということか。これね、バグだわ。もう本当に早くイデアに報告して何とかしてもらうしかない。何も、なるほどではないが、あいつは自分の姿に何の違和感も持っていないのかいや、これセベックがまともだわ。夢の中では奇想天外な出来事も不思議と受け入れてたりするものだっていうしね。なんかおかしいな、バランスとか思わないんかな。これ受け入れちゃってんの、エペル。ふうま、エペル氏はイマジネーション強度がだいぶ貧弱ですな。ああ、タブレットなら登場可能。これなら意外と簡単に夢から覚ますことができるかもしれませんぞ。何、これぐらいぶっ飛んでる方が夢から覚ましやすいってこと？その声は、この板、もしかしてイデアか。イデアだね。いや、こういう夢のパターンあるんだな。なんか今までさ、状況が夢みたいなさ、あ、これ夢だなみたいな状況だったけど、見た目までこんなに変わるんだ。うん、このタブレットは兄さんと通信がつながってるんだ。どう、通信状況は良好？画質は480ピクセルってとこ。秘密組織のスーパーハッカーみたいにモニターを見ながら指令を出す役をやりたかったんだけどこれできないんじゃない？映ってる映像も解像度もしょぼくて、ビデオ通話か Vlog を眺めてるみたいで緊張感ないっすわ。なるほど。じゃあエペルの姿さ、録画よろ。イマジネーション強度が貧弱。うん、意外と簡単に夢から覚ますことはできる。下にしよっか。そのままの意味だよ。エペル氏は誰から見ても違和感がある状態でしょ。
構造の作り込みが甘いイコール脆弱性をつきやすいってこと。いやもう指摘はできるよな。それおかしいでって。お前やばいよ。そういうことか。これ言ってあげて大丈夫なのかな。でもまずは何か大きな衝撃を与えてみるといいかもしれない。マジ？いやこれちょっとシルバー天然っぽいところもあるからな。ぶん殴ったりするんじゃない？大丈夫？セベクも強めの一撃を食らった際にそのショックで目を覚ました。あやばい、ぶん殴ろうとしてる。少々荒っぽすぎる気はするが、実際自分がそれで目覚めているから否定はできんな。よっしゃ、そいじゃ早速エペルのやつを追いかけるんだぞ。いやちょっとまたあいつ会うのか。笑わないで話ができる自信がないな。みんなどう？エペル。あ、グリム監督生おはよう。いやもうダメだ。お前これで普通にいるんじゃねえよ、これ。お前これ許されないよ、これ。後ろさいるのはオルドド・ディアソムニアのミネッタメンツだな。あれ、これあれだね、話し方の強制もされてないね。ビルさんの存在消されてんじゃない？みなしてお金顔しちゃばってなした。お前片手でさ顔全部隠せそうなぐらいアンバランスなんだよ。な、何を言っているんだ貴様は。これさ、バグでしたって言って修正されても俺さ、あやっぱバグだったよねってさ納得するレベルのヤバさだよ。は？あいは確か D 組のセベクだが。いや方言全開だな。どうしたのや、もしかしてわざ喧嘩売っちゃな。あー強い強い、太っ。腕太っ。セベクよりもずっと背がでかくなっちまってるんだぞ。それどころかジャックハールさんよりも大きいかも。ジャックよりも。そこのイマジネーションすごいな。彼の大柄でたくましくなりたいという願望が反映された姿なんだろうね。これを目指してんのあいつ。おいエペル、お前は1年生の中でも背が小さい方で俺様とそんなに変わらなかったはずだろ。そんなに変わらなかったはちょっとやばいよ。え、我が一年生の中でも聖地聖王だってな。なんぼな。この姿だったらポムじゃなかったな、リョウは。わっきゃ入学してから背打って伸びてよ。今だば一年生で一番でげんだ。何言ってるかちょっとわかんねえとこあるかもしんない。うちの寮長だって追い抜いたんだんで。エペルの夢の中のビルちょっと見てみたくない？どうなってんだろう。そんなはずはない。リリア様の送別会であったお前は今よりずっと小柄だった。そう、お前はリリア様に言っていたではないか。背丈は自分と変わらないのに、どの行事でもマレウス様と肩を並べて活躍する姿に憧れていたと。おお、これで夢から覚めるのかな。そしてお言葉を賜っただろう。魔法師の強さは体格に関係ないと。リリア先輩の送別会？そうだよ、お前俺たちが頑張ってる間お前ずっとこの姿でニコニコしてたのか。忘れんな。エペルフェルミエさん、いくつか質問いいかな。あ、オルトが模範的な夢の覚まし方教えてくれるかも。僕も背を伸ばしたいなと思ってるんだけど、一体何を食べてどんな運動したらそんなに急に大きくなれたの？こうやって違和感に気づかせるのかな。肉と牛乳とリンゴ、あと野菜とか、とにかく打って食ったんだ。ふーん、それであなたがビルシェンハイトさんの身長を追い抜いたのはいつ頃？あー気になるね。そいだば、あと、イズタタベ、我がビル先輩よりおっきぐ。あ、気づく。そうか、夢だから突然この姿になってるんだろうな。徐々に成長するっていう記憶がないから、それで気づかせんのかな。
早かったね。いやー、これ一番に来てあげないといけないとこだったわ。いいで。重傷、重傷。え、来ちゃう？マリウス、夢、闇かな？黒い模様、闇。闇か。夢から逸脱したユーザーを取り締まるゲームマスターのお出ましですな。マジかよ。おお、なんか2つあるんだけど。あれはビルとルーク。これはこんな姿で続く。大変だよ。エペルサの夢、大変なことになってるよ。説得、ディセプション、行きましょう。はい、ではこのメンバーで行きたいと思います。スタート。いや、ビルがこれを許してるはずがないんだよな。闇のルークとビル。なんて声かけるんだ。君らはあれを闇と呼んでるみたいだけれど、どうやらあれは対象が存分に夢に浸れる状況に引き戻しやすい姿を取るようだね。ああ、そうなんだ。本当に嫌な手を使う。俺の時もそうだった。なんだなんだ、姿が変わる。あ、エペルが私たちを追い抜いたのは確かウィンターホリデーが終わったくらいだったかしら。マジかよ。あ、こうやって、なるほどね。整合性を取っていくのか。ああ、確かにそうだったかなーって思わせるような。ビル先輩、そんでしたっけ。お前早く戻ってくれ。そんなわけねえだろ。エペル、あんた、ずいぶん早く寮を出て行ったのに、まだこんなところで油を売ってるの？朝連載行く途中でちょうど監督生だしさあって。なんとかしてくれ。友との語らいも大切だが、君はマジフト部期待のルーキーなの？マジフト部期待のルーキーなりたいのか。レオナ君からもよく話を聞いているよ。上級生のタックルにも負けない鍛え上げられた体育、チームのオフェンスの要だとね。いや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 、おかしいわこの絵面。サバナクローへの転寮も視野に入れてほしいと壊れているそうじゃないか。ね、まずルークとさ、あのレオナが喋ってんのもおかしいしな。あら、そうなの？なんです？まったく油断も隙もない。エペルは強く美しくたくましい、まさに美しき女王の奮霊の精神を体現するポムフィオーレ寮生。誰がサバナクローなんかに渡すもんですか。引っ張りだこじゃねえかこのエペル。え、強くて美しくてたくましいだがって、そいだば余計褒めすぎですよ。お前なんつった今。いつも言ってるでしょエペル、過剰な謙遜はあなたの美しさを陰らせる。ポムフィオーレ寮生として常に自信を持って胸を張っていなさいと。あら、つい話し込んじゃったわね。あんた1年生でレギュラーになれたのを喜んでいたでしょ。無駄なおしゃべりはここまで、さっさと部活に行きなさい。はい、そせばみんなヘバネ。ヘバネって何？それじゃあみんなまたねみたいな感じかな。おエペル、お前早く気づけ。お前言っちゃった。スト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 でもこうやって一人一人のさ、深層心理に潜り込むの辛いかもね。手あるがいい、グリム。エペル、そんなジャガイモの言葉に耳を貸すのはやめなさい。綱引きしてる。そうとも、ビルの言うことに従っていれば間違いはないよ、エペル君。
そんなことねえだろ。これお前はデュースと一緒に自分の個性を武器にしてやるんだって張り切ってた。こんなにグリムがさ覚えて言ってるのいいね。なんか忘れちまったのか俺様。あん時おめえのこと、おめえのこと、ほんのちょっとだけだけどかっけえやつだと思ったのに。いいじゃん。愛らしさと、これ冷めた時のエペルの反応もちょっと楽しみだな。おー、こうやって見ると全然違うじゃん。マジで全然違うじゃん。冷めるんじゃない？よかったよかった。俺どうして忘れちゃってたんだろう。今の自分を認めて強くなるって、小さくて丸くて強そうには見えない。でもどんな相手でも一撃で仕留める、美しき女王の毒リンゴ。いやよかった。そんな毒リンゴのような自分だけの強さを手に入れるってあの日誓ったのに。目が覚めた。なんてことエペル、そんな貧弱な姿になってしまって。うるさいうるさい、お前らもう帰れ。ほんとノン、輝く七つの丘のごとき隆々とした筋肉はどこへ。七つの丘のごとき隆々とした筋肉、ルークがマッスルさ褒めてんのおもろいな。ああかわいそうに、泥のついたジャガイモたちに呪われて姿が変わってしまったのね。こっちへいらっしゃい、たくましく美しい姿に戻してあげるわ。さすがはビルだ、それがいい。エペル君、こちらへおいで。やめろやめろ。大丈夫かなエペル。俺の知ってるあんたたちはそんなこと絶対に言わない。お、ナイスだ。なんですって。いいぞ。でかくてたくましい体に憧れてないって言えば嘘になる。でもだけど俺が手に入れたい強さ、たくましさ、美しさは俺が自分で決めて自分の力で手に入れる。いいやん、かっこいいやんエペル。エペルさん、いいね、よかったわ。グリムのさ叫びが通じたな。エペル、ビルさんとルークさんになりすますなんて許せねえ。ぶっ飛ばしてやる。性格は変わってないね。セブン、オルト、俺たちもエペルに加勢しよう。行こう行こう。行くぞ。ドリームフォームチェンジ。何何する必要あるこれ。バトルモードみたいな、毎回やんのこれ。始めよう。覚悟ができているな。いやドリームフォームチェンジこうやってバンバン使っていくんだな。あーっと無属性と木属性ですね。じゃあ木を使って、何もない時に火にしようか。後悔がないなら。じゃあ勘で。ドライブを組んで。いやエペルさおもろかったな。ちょっと今回の夢の中の話は後でいじってもいいかもしれない。お前よーっつって。分かった。そうしよう。罠にかかった。やばかったぞ。優雅さが足りないね。魔法は効果的。三ターン目。ビルさんからか。ちょっと今回グリムが結構ね活躍して嬉しかったわ。まだまだ捕まえ。結構強いですね。あ、デュオ魔法使いたかった。俺シルエファーやっちゃったのか。了解。いいよ。行きましょう。エペルとどめさせるかな。ではあとちょっと。
そうだな、活躍したグリム。いけ。どうだ、参ったか。ストーリークリア。いや、おもろかったな。成敗イミテーション行きましょうか。エペルとちょっとお話できるか。エペル、もうやめてちょうだい。私の美しい顔に傷が。ミゼラブル、よすんだエペル君。これ以上の美しくない行いは。美しいだ。その顔で、その口で、二度と美しさと語るんでねえ。目を閉じて、息を止めて、スリープキス。ユニーク魔法使う。倒したのかな。え、これで閉じ込められんのかな。二度と起きてくるんじゃねえ。そこで永遠に凍りついてろ、ほつけなし。ほっつけなしって何。ちょっとやっぱわかんねえな、何言ってるか。エペル氏ってあんなキャラだったんだ。 VDC の時の印象と違いすぎ。そっか、こういう時のエペル見たことないから、イデアびっくりしてんのか。まだ夢見てんのかなみたいになっちゃうかもね。え、そう？1年生の間だともう結構あのキャラで定着してるみたいだよ。そうだよね、一緒に過ごしてたらまあわかるけどって感じだな。イデアは引きこもってっからな。おう、エペル、おめえやっと目が覚めたんだぞ。いやー、盛大にいじってあげたいところだけど。うん、やっと頭がはっきりしてきた。みんなにはかっこ悪いところを見せちゃったね。そんなことはない。闇に打ち勝てるのは強い意志を持つ者だけだ。いや、シルバー優しすぎやろ。ふん、軟弱者かと思っていたが、悪くない戦いぶりだった。こいつらいいね。なんか両脇にいるのがエースとデュースだったら、お前ってやばいことになってたぞって言ってるかもしらんけど、こいつらだからさ、こう素直に褒めるっていうか認める感じになってんな。1年生なのにユニーク魔法をものにしているとは。まだ成功率は7、8割ってところだけど、決まっていがった。何？そんなに高確率で成功させられるのか。ぐぬぬしてる。セベクも頑張んないと。負けていられないな、セベク。言われずとも。え、こっから先どうなるんだろう。エペルはここの夢の中で待機なのかな。ところで、僕たちリリアさんの送別会でマレウスさんの起こした魔法災害に巻き込まれたんだよね。あ、そこまでちゃんと覚えてるんだ、よかった。ちょ、イデアみたいにさ、寝て起きて夢の中みたいな、そういう感じじゃないから話が早いな。今の偽物のビルさんたちは何、一体何が起きてるの。説明は僕たちがするよ。ちょっとこの動画を見てもらっていい。これ何、またイデアのあの攻略動画みたいな流すのかな。便利、こりゃたまらん。ここはマレウスさんの作り出した夢の中で、みんなはマレウスさんを倒すために仲間を集めてる。突飛すぎてまるで作り話を聞いてる気分。でも今はその話を信じるしかなさそう。ありがとう。それでマレウス・ドラコニアさんと戦うにあたって、うん、エペルさんには他のポムフィオーレ寮生を起こす手伝いをしてほしいんだ。うん、ついてくるのかな。やっぱり夢の主と現実での記憶を共有している人の方が対象を覚醒へ導きやすいみたいだからね。あー、確かにそうだね。なんかルークとこうシルバーとかが会話してもさ、なんか何きっかけとか思い出とかないから、夢から覚ますのにも苦労しそうだしな。うん、自分の経験しか裏付けがなかったから確信は持ててなかったけど、グリム氏たちとエペル氏のやり取りを見る限り
魔法で作られたこの夢の中でも夢から覚めるタイミングは普通の夢とあまり変わらないみたいだし。うん、夢から覚めるタイミング、普通に寝てて夢を見てる時も、現実との強烈な齟齬に直面した時に、ああこれ夢だなって気づいたりする時あるでしょ。そういうことか。今回は1年生たちが本当のお前はこうだろって事実を君に突きつけたことによって、君自身が強烈な齟齬を認識することができたわけ。グワングワン来てたもんな。そっか、僕みんながここに来るまでムキムキな自分に全然違和感を抱いてなかったけど違和感抱いて少しは。それはこの夢の世界全体がムキムキエベル氏を全肯定してたからっすな。気持ちよくなってたの。僕もスティークスとオルトが夢に介入してくるまでは何の違和感もなく普通に夢の世界で暮らしてたし。そうだよね、確かにな。ロイヤルソードオルトがいるのもちょっと違和感すごいもんね、今考えたら。うん、僕もそうだ。別に恥じることではない。僕だけじゃないんだね、みんなの話を聞いてちょっとほっとしたかな。なんかまだ可愛い方だったかもしれないな。それで他のポムフィオーレ寮生を起こすにはどうしたらいいの？その人の夢へ移動することになるね。でも夢の主であるエペルさんがいなくなれば。そう、この夢どうなの？きっとゲームマスターがそれを察知してマレウスさんが飛んでくるはず。うん、でもダミーデータを残しておけばある程度の時間はバレずにやり過ごせると思う。ああなるほど。でそれでポムが落ち着いたらエペルは帰ってくるのかな。今頃僕が送ったデータを元にしてシチュークスのエンジニアがエペルさんのダミーデータを作ってくれてるはずそれ何、ムキムキエペルってこと？あ、ちょうど本部からデータが送られてきたみたい。またさ、ドスドス言いながら歩くのかなデータのダウンロードが終了しました。ホログラムを出力するね。おいおいおい、これちょっと楽しみだな。出てくる横並んでくれ改めて見るとなんていうか、なしてよ、これがかっけど思ってたんだべ。これでもマジ素直な気持ちだろうからな。これでよし、それじゃあ次のサーバーへ移動しよう。おお、あー一人これぐらいなんだ。どう、そうだった、大事なことを忘れてたよ。招待状かな、これ。パーティーへの招待状。パーティーへの招待状っていいな。パーティーへの招待状、別名マレウス下の最終決戦フィールドへのリンクコード、それはエペル氏専用だからなくさないでください。わかりました、しっかり持っておきます。持ってるよ。みんな移動の準備はできたか？でもエペル、俺に捕まってくれ。大人数で移動、はい、こうかな。うん、どんどん人口密度が高くなってきたな。大丈夫なのかシルバーそうだよね、これさらにもう一人増える可能性あるよな。ああ問題ない、もともと魔力の消費は多くない魔法だからな。みんな振り落とされないようしっかり捕まっていてくれ。そう、いつか会った人、いずれ会う人、ミートインアドリーム行くか。いやーちょっとおもろかったけど大変だったな。続くと、これじゃあ次はルークかビルってことなのかな。ストーリークリア。ちょっと誰に会うのか楽しみなんですけど、こんな感じでじゃあ一人ずつねやっていこうかな。今回じゃあこれで終わりにしておきましょう。また次回やっていきますのでぜひご視聴お願いします。では良ければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしてますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。